もう大丈夫ですか？何ですか？何ですかね？ダメなんですか？全然違う違う違う。流行ってないところをやり始めてる人の方がなんかかっこよく見えるし、はいはい、辺境から出てくる方がかっこいいみたいなのちょっとないですか？ある。どうなるかっていうと赤字が出てくる、はい、43人いた方々から、6人まで絞る。全員と面談をして、うん、もう申し訳ないと。周りからは言われたりしましたか？いや、なんかその破産の仕方を弁護士の友達が教えてくれたり聞いてもないの聞いてもないの本当に。だからそういう人たちからすると僕はもうそう見えてたんだと思うんですよ、うん、じゃあ奥さんがもう辞めてもいいよってなんか言ったんですよ。まあ、その時にやっぱりもう辞めるっていう選択肢ないな。